ワールドワイドウェブ、ワールドワイドウェブ、ワールドワイドウェブは世界初のウェブブラウザであり、ウィジーウィングの HTML エディタである。後にワールドワイド、ウェブとの混同を避けるため、ネクサスと解消している。それが書かれた当時、ウェブを閲覧する手段は、ワールドワイドウェブしかなかった。ソースコードが1993年にパブリックドメインとしてリリースされている。 1990年後半、セルンに勤務していたティム・バーナーズリーが、ネクスト製コンピュータ上でワールドワイドウェブを書き始めた。2ヶ月後の1990年12月25日、最初の全体のビルドが成功した。その後も、バーナーズリーや同僚が修正とビルドを繰り返し、インターネットのニュースグループで公表したのは1991年8月のことである。その時点で、 プロジェクトには、ベルント・ポーラーマン、ロバート・カイリュー、ジーン、フランソ・アグラフ、ラインモードブラウザを書いた、ニコラ・ペロといった人々が参加していた。ネクストのシステムから他のオペレーティングシステムへの完全な移植は難しかったため、チームは編集機能を省いたパッシブブラウザを開発した。X-Window システムはチーム内の誰も使ったことがなかったため移植できなかった。 バーナーツ・リートグラフは多くのワールドワイドウェブのコンポーネントを C 言語で書き直し、リブアは API を作り上げた。他にもバイオラワのような初期のブラウザもあったが、1993年には NCS サモザイクがそれらすべてにとって変わった。最初の想像に関わった人々は別の仕事に取り掛かっていった。ワールドワイドウェブに関する開発についての標準や、 ガイドラインの制定など、例えば HTML や様々な通信プロトコルである。1993年4月30日、セルンはワールドワイドウェブのソースコードをパブリックドメインとして公開し、フリーソフトウェアとした。いくつかのバージョンは evolt.org、S ブラウザーアーカイブからダウンロード可能である。バーナーズリーは当初これを GPL ライセンスでリリースしようと考えていたが、結局商用での利用を考慮して、パブリックドメインとした。ワールドワイドウェブは、ネクストステッププラットフォーム上で開発されたため、プログラムはネクストステップのコンポーネントを利用している。例えば、ワールドワイドウェブのレイアウトエンジンは、ネクストステップのテキストクラスを活用している。ワールドワイドウェブは、 基本的なスタイルシートを表示することができる。NEXT システムのサポートする、いかなるファイルタイプ、ポストスクリプト、動画、音声でもダウンロードしたりオープンしたりでき、ニュースグループを閲覧したり、スペルチェックしたりできる。最初、NEXT ス,ステップのテキストクラスが画像オブジェクトをサポートするでは、画像は別ウィンドウで表示されていた。このブラウザは、WizyWig エディトとしても機能する。 複数のウィンドウでウェブページを表示しつつ同時にそれらを編集したりリンクしたりできる。マークセレクションという機能でアンカーを生成し、リンクツーマークトという機能で選択したテキストを直近にマークしたアンカーとリンクすることができる。リモートからページを編集することはできなかった。http プットメソッドがまだ実装されていなかったためである。ファイルは ローカルなファイルシステム内で編集され、その後、http サーバーによって、ウェブとして公開される。ワールドワイドウェブの操作パネルには、NEXT と p r e v i o u s というボタンがあり、これにより、最後に見たページの次か後のリンクをたどることができる。オペラのリワインドとファーストフォワードボタンに近い。つまり、リンクの並んだページから、あるページを選んで表示させたとき、 フリービアスボタンを押すとリンクの並び順の前のリンクが指しているページが表示される。これは当時は便利な機能だった。というのは多くのページがそのような一覧でリンクされていたからである。しかしワールドワイドウェブが成長するにつれそのような習慣はなくなり後のウェブブラウザからもそのようなボタンはなくなった。ワールドワイドウェブにはブックマークのような機能はないが 似たような機能なら備えていた。あるリンクをセーブしておきたい場合、それをユーザー自身のホームページにリンクして制することができる。ホームページを階層化して、ブックマークのフォルダーのようにすることもできる。ワールドワイドウェブは、FTP、HTTP、バーナーズリーが1989年に発明、NNTP という複数のプロトコルを使っており、URL で ローカルファイルも扱える。バーナーズリーは当初ザマイン・オブ・インフォメーションやザインフォメーション・メッシュという名称を提案していたが、最終的にワールドワイドウェブが選ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。